はい、皆さんこんにちは、カゼントです。こんにちは、トクです。今日はテンションが高いですよ。っていうのもですね、この千丸サクセスをやってですね、なんと私 PG ランク作っちゃいました。おめでとうございます。ありがとうございます。ということで、もうパパパーンとも進んでるんですけど、これアフレコでございます。で、まあ、いつものね、私のデッキでございまして、この先駆け入りのデッキでございます。もう1ターン目からかなり迷ってる。最初やっぱり評価上げ大事じゃないですか、うん、で結果的にここメンタルいってるんですけど、理由としては監督がいたから。おお、セクサン終わりに練習試合で、まあ、ごく稀にレギュラーになってないと、もう絶対打たなきゃいけないっていうプレッシャーかかっちゃうのよ私バッティングに難があるから、だからそこは監督行きましたっていう感じでございます。なるほど。はい。で、2ターン目ももうここ迷ってるんですよ。太平楽行くか名教行くか、もうこれもどっちかなんですけど、名教選びました、うん。まあ、理由としてはやっぱり招き持ってきてないんで、まあ、完走率で言うと3回に1回ぐらい完走しない、まあ、2回は完走するんですけど、完走しないことあること考えたら、まあ名教取っておいてしっかりつけるっていうこともね、大事かなと思って名教選びました。まああとはこっからはですね、モネちゃんストーカーしてますよ。うん、うん、まあ、でも基本的に最初の 1,2 タイムみたいな感じで2人ずつ来てくれれば、うん、ある程度流れいいっすよね。そうだね、まあ安心感はあるよね、うん、あ、モネ来てくれてる。ここもそうですね。だからここも一回メンタル行って回復しようかなと思ったんだけど、先にねモネ行ってモネの評価を上げることだけを考えたから、まああわよくはね、ラブバとかになってきたらそれはそれでラッキーじゃん、うん、だそこを目指して今のも打撃に行きました。まあこういうのとかラッキーだよね。だからめちゃくちゃいい流れっすね。めちゃくちゃいい流れ。ただこの敏将ポイントね、敏将敏将ってきてるじゃん、はい、でこのサクセス何度も俺千丸やってんの。もう1日平均で言うと3回は絶対やってんのね、はい、っていう中で敏将ポイントってすっげえキーなのよ。はいはいはい。敏将をうまくコントロールすることが、なんていうの、後に肩を上げられるようになるんで、ここはねすごい考えながらやった。うん、意外に2人収めてますね。そうなんですよ。この 2-2-2 がねやっぱり一番いいですからね。一番いい。でもここら辺からもまたちょっと悩むんですよ。どこに行こうか、どこに行こうか。まあでもこれは筋力じゃないですか。さあ私はどこを選んだのか、いろいろ悩んでます。いろいろ悩んでます。止まってますもうね、すぐいろいろ考えるからね。まだ悩んでるね。すごい慎重にやってない俺で、筋力いったと。でやっぱり決め手になるのは、モネにも言ってたから、このね体力20回復する、うん、これがやっぱり大きいなっていう感じでしたね。最初の方はさ、こうやって経験点も高いから、タッグフィニッシュできなくともこういうのがね大事で、ここも最後にもうモネの評価上げとこうと思って、メンタルか迷ったのあれ。うん、うん、ただここでしっかりとね上がって、なんともここで告白来る、そして回復もある。だ結果的に良かったんだよね。いや、ここまでパーフェクトっすね。パーフェクト、完璧にいい流れのサクセス。うん、まあ、あとはまんべんなくしっかりと評価を上げていく。でここも打撃に行こうか迷ったんですけど、先駆けね、コツいいんでくれなかったけど、うん、うん、そのさっきも言った敏将ポイントがあまり抑えれてない時はやっぱり、先駆けからねコツをもらったりとか、まあもっと言ったらポイントが、敏将ポイントが取れたら、敏将ポイント取れてればコツを抑えれちゃうからね。でここで太平楽4人来ました。これもいいでしょ。いや神っすね。しかもこの後、うん、後イベで体力削られるタイミングとか考えてもメンタルでよかったよね。はい。これ今日の朝ね8時ぐらいからやってるからねでここからもまたいろいろ悩むんですよ。今のはメンタルも美味しかったんだけど、早めに2で抑えたところをもう2抑えるっていうことも大事かなと思って。うん、そうですね。っていう感じで、あれよあれよとセクワンがもう終わります。でちょっとこっからちょっと申し訳ない話を一つすると、セクニからなんかね音声がね
取れてなかったんですよ。あら、なのでちょっとセクニからはですね、あのカズエンド大好きな、ムービーじゃない音楽を聴きながら皆さん見てください。めちゃくちゃいい流れですね。あ、本当に徳が見てもいい流れ。まあ、カズさんにミスも俺はないなと思うんですけど、おこんないい流れ見たことないですね、サクセスで、うん、流れいいよね。はい、その回復のポイントとかもいいよね。で、経験点はそこまで出ておりません。で、まあ、あとはここっすよね、成功するかしないか。ここ、うん、さあこっからもね、さあ私はどこを選ぶか、どこ選んだんだけど、あ、でも金、今メンタルでもよかったよね、きっとね。今は多分絶対メンタルですね。でもね、ここで回復があると思って行っちゃったんだよね俺。で、よくねモネの評価足らないこともあるから、多分そういうのもね意識しちゃったんだよね。今のはメンタルの方がよかったか。まあ結果こういう1とかも行かなきゃいけなくなったっていう感じだよね。そうですね、うん。で、ここがもうすでにリーチでございます。レイリーリーチ、レイリーリーチ怖いよ。で、ミートを上げるという感じでございます。まあポイントはまあひとまず B だよね。うん、うん、まあ変な話 B で成功しないこともあるんだけど、さあここも迷っております。もうね、最初に言っとくけど、かなり慎重にやってるよかなり慎重にやってるから。まあこことか難しいですよね。これで1回目のタックフィニッシュをやるべきなのかやらないべきなのか。そうなのよ、やっぱりレイリーいる方がね、一発目ポイント高くなるんで、レイリーを待ちたいところだったんだけども、まあ、タックフィニッシュ1回っていうのもたかが1回だけど言っとくこと大事だったりするからっていうので行きました。トクだったらどうしてた？メンタルで削ってた？そうっすね、うん、いやでもでかいっすねメンタル。しかも俺これデート1回目行くっていうね。で、ここもねすごい迷ったの。あのダンジョン取れたら、あのクリスマス後に、はいはいはい、ダンジョン楽譜じゃないけどダンジョンつけるっていうのも結構ポイントを伸ばせるじゃん。はい、だそこも迷ってのあれだったんだよね。これとかは渋いっすね。渋い、1回取ってから考えようって感じかな。このサクセスで初めて渋いターンが来たって感じですね。うん、で私は結果的に守備に行ったと。なんでかっていうと守備1だったでしょ、うん、1だとあんまりポイント稼げないのよタッグフィニッシュでも、うん、だから先に削っとこうと思って行ったっていう感じかな。で、ありがたいことにねこうやって福井でだったりいろんなイベントも走るっていう感じです。やっぱ一人で抑えるとこうなっちゃいますよね。そうなんだよ。だからここも1だし行っちゃおうみたいな。だ本当は行きたくないですよね。本当は行きたくない、1人で抑えてる時、うん、特に1回目もったいないもんね。はい、まあ、でも逆にそのタックフィニッシュの回数は重ねられるっていうところの難しさですよね。そうなんですよ。で、不眠症にもなりました。おいおいマジかよ不眠症かよとか思ったからね。これまあここはねもう消えちゃうっていうことと、技術ポイントやっぱり150ぐらい入るってでかいからね。でかいっすね。で、ダンジョン楽譜が、楽譜じゃない、ダンジョンのソウルジェイルが手に入って、ここでもうすげえ悩んでんの。どうしようって、ここまで割といい感じだぞ、タッグフィニッシュできるのか俺はここでつけて10回行くのかっていうことですごい悩んで、すごい悩んで、すっごい悩んで迷ってる。どうしようかな、どうしようかな、ひとまず練習見ようと思って、
おいいじゃん、いいのあんじゃん。まだ悩んでる。まだ悩んでる。どうしよっかな、どうしよっかなと思って、どこまで上がるのかなって、どこまで上がるのかなって。どうしようかなって。で、割とね、ダンジョンつけると俺10回できないことが多いのよ。はいはい、タッグフィニッシュを、ひどい時6回っていう時あったからね。だから、いいや、今回つけない、つけないでやってみようって思ってつけなかった。セーフティーですね。セーフティー、やっぱりこれセーフティーにさせたのも割といいから、自分でもね、なんか分かってんのよ。あ、なんか抑えれてるものとかなんか悪くないなって思ってる。で、正月ですよ。野球が上手くなりたい。大吉来ちゃうんですよ。やっちまったと思ったよ。いや、マジやっちゃってますよ。やっちゃったと思ったよ。でもサクセスの流れはいい。ここも2だからね。ただ、敏将2なのよ。割とね、敏将2取ってるところもあるのね。まあ、ちなみにここでミートは91になりました。そう、だからこっからもうちょい取る必要があるのかどうか考えたんだけど、やっぱり2位来ててやることないから、もう抑えるしかねえなと思って抑えた。ここが1枚でも打撃とかだとね、いろいろ幅が広がるんだけど、でも逆に敏捷ポイント少なすぎてもダメだからね。まだこのセクニーぐらいだと、あ、稼ぎすぎかなっていうのはまだ分かんない。これこことかどうしたんだろう。ソウル行ったんだっけ。ここも結構迷ってるはず。これはメンタル行きますね。削る。そうですね。ちょこちょこやっぱ拾ってケケでも稼ぎつつってことをやっていくと、ケケでもいいし、ソウルジェイルもはかどるし、うん。ただね、これ打撃だったのよ。俺打撃じゃなかったら絶対行ってないのね。うん。打撃だったのよ。もうだからもう行っちゃった。何がやっぱ大事っつったら打撃。技術ポイントね、はい、技術ポイントがやっぱ一番大事だから。で、ここに来てまた悩んでる。で、多分体力を見ながらメンタルいったんだね。まあさっきよりポイントは低いんだけど、メンタルの。でも100点ぐらい入ってるでしょ。うん、大きいね。ドン。これも敏捷ポイント330。ここもね、迷ってんですよ。どっち行くか。どっちもタッグフィニッシュなんだけど、打撃に関しては1回目なんだよね。ですね。うん。だからここで1回を使ってしまうか、もしくは筋力に行って打撃に今後ね、3人抑えれるとか、もっと言ったら打撃の抑えれて一発目いけるとか、そっちの方がポイントでかいじゃん。だけど行くんです。で、俺ここを踏んだ瞬間に、あ、もう敏捷ポイント結構取ってるから、もう敏捷を追うのはやめようみたいな感覚になれた。だから逆に行ってよかったって自分の思ってる。で、3600点です。どうでした、セクニー。俺はちょいちょい違うなってなった。違うなっていうのをちょこちょこ出てきましたけど、まあ、でも今のその打撃とかは、うん、まあカズさん言った通り、セクイチセクニは俺もう稼げるだけ稼いでいいと思うんですよ。どれであっても、どのポイントであっても、うん、それをセク3セク4でしっかりこう帳尻合わせ、はい、うん、できればいいかなとは思いますね、俺も。なるほど。ここもね、ここすごいんですよ。ただメンタル敏捷が2つだったでしょ、うん、そこがね、やっぱり自分の中ではポイントになってて、稼ぎすぎてもしょうがねえなとか思っちゃったんだよね、今度は。まあでも今のもメンタルだった方が良かったのかなとか思うし、まあ、次がね、バレンタインっていうのも1個あったのかな。で、不眠症が治りました。まあ、でも結果的にダンジョンはつけなくて多分良かったと思いますね。イベントも少なかった。いや、多分このペースはタックフィニッシュきついんじゃないですか、結構。そうなんですよ。そうなんですよ。多分ダンジョンつけてたら、うん、
多分10回はできてないですね、このサクセス。で、バレンタイン終わって、名曲をつけたという感じです。で、これ3つきた。で、この3つもでかくて、便所がないのよ、今回。うん。ここ便所便所だったらまたちょっと泣くけど。で、便所も結構稼いだっていうことで、先駆けのコツを取ってるって感じかな。で、まあちょっとポイントも使いつつでですよ、皆さん、ここ3人抑えたでしょ。次とんでもないこと起きるからね。次とんでもないこと起きるからね。イベントは佐伯走ってないですか。佐伯がゼロかな。あとゆえが、あ、でもひまわりは走ってるか。うん。で、なんてここで天才覚醒天才覚醒来ちゃったよ何これもうスクショも撮るよ、そりゃ。いや、これはせこい。もう10上げてくれたから、見て、10上げたから、見て、101になった。せこってなんだよ、引き当てたんだからすごいっすね。すごいでしょ。うわー、結局ここは秘訣だったんだ。そうだ、ここも多分迷ってるの。タッグフィニッシュするか、メンタルでよりポイントを稼ぐか。まあ同じぐらいなのかな、ポイント250ぐらい。これが多分筋力いくのかな。うん、そうですね。こっちの方が得だね。しかもラブパーも絡んでるし、国樹のコツもある。いや、天才はでかいわ。やばいっしょ。何百点浮いてんすかね。いや、凄まじいと思う。で、チャンスも取れた。待って、回復もする。どうよ、天才。いや、すごいわ。普段からちまちまこう上げるのって大事っすね、能力。ね。で、ここ、すっげえドキドキね、今。前101で失敗したことあるから俺、すんげえドキドキだった。でも成功。やる気に結構左右される感じありますよね。そうだね。で、ここで一回冷静になってんの。うわ、これ結構やべえんじゃないのって、これちょっとすごいぞって思ってる瞬間です。そうですね、2と101、最後のタイミングで言ってることないですもんね。100から101って結構ポイント食うじゃん。まあもちろんあの技術ポイントもそうだけど、精神ポイントもかなり食うじゃん。あそこだけで100ポイントぐらい取れますもんね。いやー、もう最高です。で、ここを迷ってんだよな、多分。これ確かね、守備行くんだよな。多分こっち行った方がいい、本当はいいのかもしれないけど、これもさっき言った打撃、うん、で、さらにびっくりまで来てんのよ。で、いろいろ抑えてるでしょ。だから対左か走塁だけなんだよね、これ。で、対左取ってるの。あ、でかいっすね。だからこれは、あ、こっち行ってよかったと思って。2か1で迷ったけど、もう臨床ポイントいらないし、技術ポイント取ろうって思ったのが今で、結果的に多分良かったんだと思う。まあ、特に守備がまだ1回もやってないから、そこですね。で、技術200入るから、ね、うん、もうこれは多分あの良かったなって、うん、自分でもあ、良かったってなった瞬間ですね。で、コツチェック、あんま潰してないですもんね。そうなんだよ。だからこっからはあのタッグフィニッシュでいいコツをもらうとかね、そういうことすごい考えて。で、たまに総力なんだっけ、ブーストとかももらったりするじゃん。だ、そういうところもまあいろいろ考えながら便所ポイントを使ったっていう感じ。逆境連打とかも悪くないよね。で、これでタッグフィニッシュ7回目。うおー、いいでしょ。で、怪我 19% なの。もうこれは、まあ、これは使いましょうって。うん。この1回の怪我で泣くからね。しかも精神技術、うん、でかいっすね。でかいでかい。
ここもここどこ選んだんだろうね。なんで打撃に選んだろう。まあ、今の打撃いいと思いますね。ようやく1回目です。もうラストですよね。ひまわりの福井でがまだぐらいですね。うん。またこういうね、余計なの来んのよ。でも俺は惑わされない。やっぱり300点ポイントもらえるやつ、筋力、敏捷、技術、精神、この4つは絶対取りたかったんで、暁じゃない、今パワフル高校だったっけ、はい、あんなのにもう惑わされないぞみたいな感じで、うんうん、ここは2回目ですか。いや、いいっすね。いいでしょ。このポイントっつっても結構入ってますよ。いや、でかいっす、でかいっす。で、まあタックフィニッシュあるんでコツチェックですね。まあでも確かにこの時点で敏捷ポイント足りてる感じしますね。うん、筋力も足りてるし、もうスイープ取ってるからね。で、今90あるから、こっから本当に技術と精神がどれだけ稼げるかっすよね、うん、結構そこはね、すげえ集中してやった。すごい遅いイベント、セクイチで来てほしいイベントだからね。おお、いちいちダブルタックっていうのもいいっすねで、これ多分夏の意外性とか取ってるかなっていうやつですね。意外性取っててローボールがまだなんだよね。で、ここもすげえ迷ったの。ローボールを取ってもうリーチかけるか。だけど私はそのまま確か行くはず。もう一回見てるね。多分迷ってんだよ。ローボール取っちゃおっかなーって。実際どっちがいいのこれ。俺は取りますね。取る。結構ポイントあるよね。そして筋力ポイント60、うん、敏捷20、技術30ぐらい、うん、まあ、一応ここで自然回復量アップのやつもつけておきました。多分取るポイントとしては、うん、もうこのタイミングまで来てしまった時に補給骨取れるのかっていう、うん、でカズさんのこの立ち回りだと最後デートラッシュじゃないですか。はい、考えるとひまわりのコツのためだけに行く余裕って、うん、まずこの流れの中であんまりない、うん、そして最後はデート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 、結構厳しいんじゃないかなと俺は思いますね。それでセーフティーにこの伸び潰して俺は判断。なるほど、 10% 引きになるって考えたらでかいか。でかいですね、特に精神だろうなおさら、うん、前にざっとこんな感じですね。まあ、パワヒは取っちゃおうとかそういう考え。いいの、色悩んでる。いつも以上にそんなすげえ強いかって言われたら、うん、そういう感じもしないですよね。うん、そうね。いや、でも天才はでかいなと思ったよ。うん、うん、で、これ今いろいろチェックしてますね。あと何を取らなきゃいけないか、で、使えるのも使っちゃおうみたいな、そんな感じですね。でもやっぱりこうやってちょっとずつあのポイントを取ったりコツを取ったりすることで、あの何が足りないかで、自分が今何のポイント取りに行かなきゃいけないかっていうのがすごい分かるのはね、あ、いいなと思った。だからちょこちょこ上げていくって大事だなって、うん、多分上げすぎ取りすぎは良くないんだろうけど、
こういうのすげえ緊張するんだよね。で、セクサン終わって何点出てるかっていうのがすごい自分の中のバロメーターになってて、まあ、最低6000は超えてなきゃっていう気ではいるんだよね。ああ、はいはいはい、うん、そうですね。7000いってたらやばいぞみたいな。ただクリスマス終わったタイミングでダンジョンつけたりすると、まあ、7000超えることってよくあるから、まあ、ダンジョンつけずに6000超えてればいいかなみたいな感じでいつもやってる。さあ、これは何点くらいですか。6400、うん、悪くない。ただめちゃくちゃ稼いでるかっつったらそうでもない。そうですね。ただ天才っていうことを考えたら、お、いいんじゃないのって思ってやってた。うん、そうですね、うん。で、春英1、しらす3、あとメカを取ってないのよ、ここで。うん、だメカは絶対だなと思ってて、メカがいない。まあでもタックに9回とかやってますよね。うん、結構やってる。だからもうここは捨てて、余計なもん取りに行くとダメだからね、ここ。そうっすね、うん、取れなくなるから。これもでかいよ。で、コツチェック、レイリーもいたんだ。今も結構入ってるよね。いやー、でかいっすよ、うん、オール100倍。臨床技術精神の約100ポイントっすもんね、うん。カウントいたのもいいよね。初級競争者で10回、もう10回いったから割ともう日は楽だよ。もうあとはしっかりメカを抑えること、うん、で俺ね、まあ、特はそんなことないって思うかもしれないけど、たまにね使い忘れるのと、あ、やべえ、もうつけれなくなっちゃったっていうことがあるから、あの、まんべんなく使ってくスタイルで、うん、メカがもう2なんだけど、もうとりあえず、そうっすね、まあでももうメカ取っちゃえばいいから、うん、ここでいればもう完璧っすね。いるんです。欲を言えば波動とか抑えて、うん、経験転用に行きたいですね。うん、もう成功でね。ここら辺から気になってくるのが、やべえ、佐伯来てねえ、佐伯1回だよな、そんな焦りがねあるんですよ。今メンタルでもよかったね。いやでもメンタルはまだタックフィニッシュ1回もやってないんで。そうだよね、だからか。で、ここも成功です。体力ありがたいよね、このタイミングでの体力はすごいありがたい。で、後イベが来ねえ。多分これメンタル踏んじゃう気がすんな。どうだったかな。いや、まあでもこれなら踏んじゃうんじゃないですか。セーフティーに来たよね、うん、うん。やっぱりメカこの2体をね抑えることで300ポイント入りますからね。でタック来ちゃったんですね。そう、これはもうしょうがないよね。まあここのあたふたはあるけども、でダンジョンをつけて、まあ1ターンね余裕がある中でデート開始って感じかな。そうですね、夏野の補給骨もらえてないんで。そうなんですよ、ここで敏捷ポイント40先駆けタックのために行くのはちょっともったいないですね、うん。
やでも確かにこの時点で強いのは強いっすね、うん、こっからガンガンポイント入るもんね。確かに、うん、まずここがすごくない？400点入るからね。でこっから練習も見ながら決まりびっくりを探しつつ、そうです、そこだけを待っている。何の確認なんですか？どっちか取ろうと思ってどっちのポイント取った方がいいかなチェック。もうこういうチェックいろいろ入りますから。アペヒメ取っちゃう。メッタはコツね、もらえるイベント来るかもしれないから。でもここら辺からあれなんか結構いいんじゃねえのって、天才だしって、まあ、このペースでいけばまあ9は硬いよなって思い始めたぐらいだよ今。うん、で佐伯は来ないんですよ。ああそうですね、1回目から1回目から来てないんですよ。皆さんこの能力フル画面飽きたかもしれないですけど、この後も結構見るからね。自分で確認してあれいいよないいよなって思いながらね、もうタックフィニッシュないからコツもらえないよないいよないいよなみたいな。で試合です。すごいなんか俺にしては落ち着いていろいろ考えながらやってるサクセスだと思ってるよ自分では。これが PG になるって思わないですよね、うん、まだわかんないよね、全然想像つかない。でも自分の中ではもう SSQ もさ何体も作ってきたから、はいはいはい、もう感覚的に Q はいってる感覚あんのよ自分で、うんうんうん、このあと入ってくるポイントだったり、あ何がどのぐらい入ってきて何が足んないっていうのもなんとなく分かってんのよ、うん、精神どのぐらい稼がなきゃ、補給は101年することによってどのぐらい精神使うかも分かってんのよ。だから9は硬いなとは思ってるけどね。打球伸びとかさ広角とかやっぱりコツが欲しいよね。そうっすね、うん、技術ポイントをどっさり使うものはねやっぱりコツが欲しい。一応多分練習チェックだね。まあただびっくり優先なんで。さあ佐伯来てくれ佐伯来てくれってそれしか考えてない。と思ったら来てくれ。おしかもダンジョンと噛み合わせのねえポイントでかいやつ倍になってる。うわでかっ。いい感じねこうやってね。でデート完成でございます、うん、1ターンを残してっていう感じだね。少しできてくれたのよ。もう最近大好きって思ったよ。いやポイントでかい倍。もう全然かなりじゃなくても全然ありがたいよ。いやでかい今のは。で、こうなったら欲しいのは、補給。補給骨。もう補給骨を見つけに行く旅に出てるよ。多分すんげえ計算してる。大丈夫だよ。打球の矢取っていいよなみたいな。
でもこの時点でね9列ちょっとあったのよ、うん、あこれやばいぞ、9は硬いぞみたいな感じで、ごく稀に試合負けることあるから、ごく稀にね、もう集中モードですよ。やったらカーブとか投げてくんのよ。ちょっと振り遅れてるから。欲が出てる。欲が出てる。チャンスボールですよ。でもまあ若干ね振り遅れてる。ちょっと怖いの自分で、緊張してる。さあ無事に甲子園に来て、さあびっくりが来た。もうこっからびっくりごとに緊張してるから。で夏のびっくり来たのよ。いやーでけえ、これはだいぶ救われてます、ね、これはだいぶ救われてる。でここでもう一回チェック。さっきローボール取ったけど大丈夫だよな、取れてる、意外は取れてるぜ。さあローボールは取れてたね。さあひまわりちゃん、私に補給骨くれんのくれないの、どっちなの、くれる。いやもうだいぶテンション上がってるからね。で一応まあイベントもね全部完走して、まあ、ほぼほぼなんか来てほしいって思うイベントは全部来たんじゃないかなって思ってる。いやこれだいぶでかいよマジで。うん、1割って言ったらどれぐらい変わってくるの。100ポイントぐらいは精神浮いてる。マジでそこに天才っすからね。うん、キャッチャーコスはもらえてないですね。キャッチャーコスもねもらえると嬉しいんだよな。もう緊張のものですよ。なんかいいんじゃないの、なんかいいんじゃないのこれ。 PG 行く気しました。行ってたら嬉しいなって感じ。あ、うん、まだね。でも絶対9は行った感覚あったから、うん、だからあとは肩がどのぐらい上げられるか、肩のポイントね、基礎値の、はい、だから今結構ドキドキしてるのは、あれ敏捷ポイントあんなに使っちゃったけど大丈夫みたいな。でアラーム来てる。そう、敏捷ポイントあんだけちょっと直で本塁生還とか内野とかちょっと大丈夫だったかなみたいなのが今ドキドキタイム。あれもうちょっと敏捷残しといた方が良かったかなって。うん、まあ俺の中でやっぱり PG 作るときは基礎値の肩をまあ C とか B とか A、S に上げてかないと、いくらコツ取ったところで PG 行かないって分かってたから、でもそこはね割とドキドキしてたよ。まあでもこの経験バランスだと怪我打球伸びとか取れば本当にいい具合な経験バランスになりますもんね。うん、で今キャッチャーを取って、でメッタ、ここは来る。守備職とかも取っちゃうんじゃなかったかな。4番とか迷ってんの今。でも後で怪我とか取るしな、怪我20丸かな、それとも1個かなとかで、じゃあちょっとまだやめとこうみたいな。いやこれでチャンス、これもでかいね、これもでかいね。でここは来んなかった。アウトコースも確か取れてなかったですよね。そうだ、どっち来てもよかった。あとスカウトもいたし安定的に ポイント上げてくれたのがよかった。でもメンタル生きながら
回復もできたからね、次練習いけるから。筋力ポイントあれぐらいもらえたら、まあ、パワー分として考えても、うん、査定14以上ぐらいここからつけれますもんね。で今の2球多分本来だったら振ってるんだけど緊張してるからね、振れなかった、振り遅れてる。もう結果的にイージーボール来ました。そうそうそう、ライジングキャノンって見るとホッとするからね。いやでもよく PG できましたね。まあでももう後半だから、まあ、ちょっと振り返りも話すと、天才なかったら多分平凡なサクセスだったって感じ。うん、うん、天才覚醒してくれたことが持ってきて、なんか流れを作ってくれたね。うん、そうですね、うん、だから多分この動画見てね、なんだよ天才で PG 作ったのかよって思うかもしれないけど、やっぱりいつも俺天才いつ来てもいいように心がけてやったりしてるから、うん、だからそれが報われたなって思ってる。うん、うん、確かにそうですね、バカにできないですね。バカにできない、まあ、よく言えばもうちょい上げたかったけど、でも来たタイミングとかもすごい良かったし、あと細かな立ち回りとかはもっといい立ち回りとかあったのかもしれないけど、まあ、個人的にはまあよく頑張った方だなと思ってるよ。あ、もうここら辺からピンショーポイント大丈夫だっていう安心に変わってた。ただあのやたら取りまくって査定をね、査定表見た時に、あ、これ取んない方が良かったんだとか、あ、これだったら取んないとか、そうなるのが嫌だったから、とりあえずなんかあの完走しないぐらいな感じで取った、うん、最後緊張だからね。スライダーストレートは割と打てる。でもたまになんかね、エクスカリバーも手出ちゃうんだよな。でさっきエッチなスライダー打ったから、またちょっとエッチなスライダーも余裕で打てるだろうっていう気でいるからね。今もう2本打った時点でだいぶ落ち着いた。1回ぐらいボンダがあったかな、ここかな。ちょっと振り遅れちゃった。カズさんインコース苦手ですよね。苦手苦手。でも多分人それぞれですよね、インコース。俺ね、球が来てから球種を判断して打ってるから遅れちゃうんだろうね、うん、インコースってさ、振り遅れるとさ伸びないじゃん。そうですね、うん、だからだと思う。まあでも全国優勝してポイントもマックス入ってるはず。これ多分ちょっと休憩してんだよ。余韻に浸ってる。余韻に浸ってんだもん。で今この段階で9は確定だってもう分かってて、もしかしたら行ってんじゃないのって思ってる感じ。地味だけどこのドラフト1位取ることでもポイントね変わってくるから。エビルに関してはもう黒金使えば、うん、ほぼ 100% モネもいけますよね、うん、そうね。で経験点が 12,982、これ見た瞬間にやばって思って、あ、行くなって思ったんですか。うん、行かねえかもしれないって思う。そうですよね、うん、まあでも天才だぞこっちはって思ってで振り始めた。ポイント的にもさ結構いい感じで余ってるから、経験バランスはいいですね、うん、で多分こっから査定使って、こっからのカットが入るかな、1回ここで多分振ってる感じです。で弾道が4、ミートが102で、皆さんの注目肩どこまで上げると思う？ B ですかね。いや
A なんです、まあ、臨書使いどころもないですもんね。で勢いで S まで行きそうになったんだけど A だった。盗塁走塁ぐらいですもんね。もう、うん、あとかく乱とか。でもね盗塁は取らなかったな。取ってるか。あ盗塁取ってるね。で怪我、うん、4番打球伸びアウトコースあたりですよね。まずはそうだね。守備職いぶし追い打ち帳尻インコス、まあ、コツ来てるところはやっぱ取ってるよね。で盗塁アシストやっぱ取んないんだよね。うん冷静4番でいい感じ。まあこれだけ見るとやっぱり経験点の取り方も良かったんだろうね。そうっすね、うん、って感じでございます。怪我と打球伸びは20丸とは取ってないんだ。丸で、うん、はあ、17列で皆さんじゃーん。いやーすごい、できたよできたよ。いやすごいですねめっちゃなんか嬉しかったけど、まあほっとしたっていうのが正直かな。やりましたもんね。あでこっからどんぐらい上がるのかなみたいな感じでやってます。どうでしたか振り返って。いや天才すごいよね。すごいですね。なんか前ミラティブかなんかで僕も見たときにやっぱすげえ選手作るときに天才覚醒で、うん、一気に上限値アップを超えて100から101超えてやばい選手できたとかちょこちょこ見るんですよ、うん、やっぱこまめに振っておくっていうのは大事かもしれない、うん、すげえ大事だなって今やっぱ思いますね。皆さんもですねぜひあの天才覚醒いつ来るかわからないんでね構えておくっていうことが大事かもしれないです、うん、で、まあ、170ぐらいあったのかな、うん、という感じでございます。まあちょっとね全部見られてる方どのぐらいいるかわかんないですけど頑張りましたという感じの動画でございました。チャンネル登録されてないという方はぜひこの期間にしてください。ではまた動画でお会いいたしましょう。バイ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 。